キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回は新作のポーチとバッグを紹介したいと思います。2023年5月にリリースされた新商品になります。どれも便利な商品なので、ぜひ最後までご覧ください。それでは紹介していきます。まずは新作ポーチの紹介になります。こちらがフラッティシアーという商品になります。フラッティシアーはかさばる小物をすっきりまとめてくれるフラッティシリーズの新製品になります。フラッティシリーズにこのような軽やかなメッシュタイプのポーチが仲間入りしました。フラッティシリーズの特徴でもある収納したものの中身が見えるという特徴はそのままに、メッシュ素材で軽く持ち運びしやすいというのが特徴です。こちらのメッシュの部分とこのファスナーの部分で異なる色を採用していて、明るくポップなカラーリングが特徴の商品です。ファスナーが大きく開くので出し入れがしやすいというのも特徴で、腰のある芯材で型崩れしにくく収納物をしっかりと守ることができます。ラインナップは S サイズと M サイズ、L サイズの3サイズ展開で、 S サイズはリップやイヤホン、カード類、鍵などの収納にぴったりなサイズです。 M サイズはコスメやガジェット類など厚みのある小物の収納に、 L サイズはノートや筆記用具などの文房具、トラベルグッズの持ち運びに便利です。カラーはそれぞれピンク、ブルー、イエロー、グリーン、グレーの5色展開です。続いてバッグの紹介になります。バッグの新製品はこちらのホルポゴミ箱バッグになります。ホルポは内側に専用のゴミ袋がセットできる持ち歩きに便利なゴミ入れになりますが、今回そのホルポに新しくバッグ型の商品が追加されました。容量がポーチ型に比べて多くなったので、ペットとのお散歩や赤ちゃんとのお出かけのほか、車の中のゴミ箱、オフィスでの卓上のゴミ箱など幅広くお使いいただけます。ポーチ型とは異なり、ゴミ箱の開閉部分は開いた状態で固定できるようになったので、ゴミ袋に直接手を触れることなくゴミを捨てることができます。前面のポケットは約5センチのまちがあり、ウェットティッシュ、おむつ、消臭袋、ティッシュなどかさばる小物の収納に便利です。背面ポケットにはちょっとした小物や厚みの薄いものを収納できます。また用途に合わせてこちらのストラップを調節できます。肩にかけたりベビーカーに下げて持ち歩きは可能です。カラビナなどをかけられるリングもついています。ラインナップなんですけれども、ナイロンタイプとレザー調のタイプ2種類展開で、ナイロンタイプはネイビー、ピンク、カーキ、黒の4色展開、レザー調タイプはグレーの1色展開です。どちらもワンロール15枚の専用のゴミ袋がついています。オプション品で2個入りのものも販売しますので、付属のゴミ袋を使い切った場合はこちらをご使用ください。というわけで新作ポーチバッグを紹介してきました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。